あでもね、今こうやってやったら釣れるだろうの全部いろいろと、はい、まあボート乗って、はい、であのとオノワンさんにと会って、はい、自分の、レベルを知って、はい、で今自分のレベルまで来て、はい、さあ釣りをこれからしようかなっていう人に、はい、僕前回はねあの釣り具屋で何買ったらいいとかね、はい、そんな話でしたけど、はい、これとこれがあれば釣れるんだよと、俺はこれをお前みんなに教えてあげる、これだったら完璧だよ、こんな2月のこの時期だったら絶対これだよって言い切れる何かない？まずルアーとか持ってないの今日？あ、ありますよ。用意周到。ありますよ。これがルアーなんだ。そうですね。で、あの春先、まあ特にこの辺だとまあ、うん、バチとかミーの釣りっていうのが言われると思うんですよ。うん、で、すごい、まあ、ちょっとさっきの話とあの話がちょっと食い違っちゃうかもわかんないですけど、うん、まああの釣りがちょっとこう多様化しすぎて、うん、逆に分かりにくいっていう人もいると思うんで、うん、あれなんですけど、まあ往々にしてそのベイトがちっちゃいっていうこともあって、まあルアーのサイズも比較的小さいものを選ぶのが、うん、まあ間違いないとこかなと、まず基本ね、基本そうですね、うん、で特徴ありますね、そうですね、あこれなんかこれ骨が折れてるやつがある、あこれね、このガチャガチャ感がいいって人いるじゃない、はい、このガチャガチャ感が、はい、このガチャガチャがなくなるルアーケースルアーがあったらいいよね、開発してよ、このルアーケースに入れると、はい、針が全部隠れちゃうとかね、はい、で手に持ってこうやったら針がチャンとか出るとか、カバーつけたらいいじゃないですか、いやカバー初めつけたけど今カバーつけてる人いる、あでもやっぱりつけた方が針の寿命は、あ確かにね、はい、おカバーつけてカバーつけたもんね、魚でダメになるって そうないじゃないですか、そうだよね、はい、大体がやっぱりボックスに入れてそのまんまポッケ入れてこうやってガシャガシャするもんだから針先が傷んで結局使えなくなるって方多いと思うんで、そうだね、だから、うん、あの今日一応、まあ、サンプルでつけた状態で持ってきたんですけど、うん、普段は極力自分外すように、うん、あ外して保管して、すごいね、で物大事にするそうだね、でこれもあの全然そう見えないんですけど、いや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 、あのこれもやっぱりあの釣りの先輩である泉博文さん、関西の方、コアマン泉さん、泉さんにやっぱり教えていただいたことなんですけど、あじゃあいろんな人にいろんなことを教わってる、ね、そうですね、でやっぱりそれをこう素直に、ああまあパクリです、まあ、パクリっていうかね、今見てる方でね釣りをする方はねやっぱ素直であればね結構釣れちゃうっていうのが一つのポイントですね、そうですね、うん、とりあえず真似てみる、おお、はい、まあ、たくさんあるけど、まあ、じゃあとりあえず、はい、こんなのがあればまず釣れるよと、そうですね、っていうのがあれば教えてほしいし、はい、っていうかそれ欲しいしって感じになっちゃうんだろうね了解しました、はい、ですね、まあ、バチが浮いてる時、まあ、魚が、うん、まあのレンジが浅い時の、うんうん、まあ狙うフローティングのミノで、自分これはもうバチのためのみに使うことを想定してリップを折ってあるんですけど、はい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 、これなんていうのですか、これはジェネラル 110F、 へえ、あベロ折れてる、リップが別についててもいいんですけど、うん、取っちゃうことで より飛ぶようになるんで、うん、でそのもう引っ張って泳がすんじゃなくてデローンとゆっくり巻いて、そのなるほど表層に引き波だけを立てたいので、うん、で見やすいように一応マーカーもつけてね、はい、これあの蛍光塗料とかさ、あの LED ピカピカってついたの持ってるんじゃないですか、いいですね、かっこいいですよね、ちっちゃい LED だから絶対つけようできるよ今の文化の技術だったら、なんかこうネオン管とかつけちゃって、ね、最高、いいじゃないですか、うん、あいいですね、そういうこと先生やってってよですか、だって今リールやってくるくる巻いたらピカピカ光るやつある、ありますね、あのトラック野郎みたいな、そう、はい、じゃあこれはじゃあ持ってれば大丈夫ね、バッチの時期、そうですね、であとそれからちょっと待って、その前に、はい、バチとか言ってるけど、はい、僕もバチ抜けじゃんとか言って4年前みんなに言われて、はいはい、昨日抜けたよって俺も合わせたけど、はい、バチってなんだろうと、毛虫でしょ、5回5回で、なんだろうバチっていうの、あの抜けてあれゼローンとでかいじゃないですか、うんうん、あれがなんか太鼓のバチみたいだからっていうのを聞いたことありますけど、
これが丸かどうか、あなたどうでしょうかね、あの見てる方ね、なんかいろんな説ありますよね。あ、それバチッ、そうバチッてクリクリしてないじゃん。あ、そうですけど、え、でもでっかいの、超でっかいですよ。俺実はその、はい、太鼓のバチに見えるから、はっていうの聞いたことありますけど、うん、まあその、まあ、どの説が本当なのか分かんないですけど、で今ちょうど2月のね、半ば過ぎだけど、はい、ぼっちぼっちの季節でしょ。そうですね、完璧今だっていうのはもうちょやと、ちょうど3月の方が釣りやすくなると思います。水温も上がりますし、まあ、今一番厳しいね。そうですね、そういうことね、1年のうちでもそこ付近っていうのもあって、うん、まあじゃあこの時期 そのバチっていうね体験してもらうには、もうこのなんだっけ、ジェネラルじゃんですね。あとまあこの早い時期だと魚が浮いてなかったりした時に、あのシンキングのリップレスのミノとか、これなんてやつ、それはアベンジャー90、あとまああの定番のシンキングペンシルですね。こういうの、これね、はい、これなんていうの、コルセア、これも持ってない、これさんの下半身デブですね。そうですね、あのちょっと細身のタイプで、フィール100、あ、これ1個買った記憶ある。あ、トモさんとかこれ好きですね。そうね、はい、おあとはで、あと食わないような時に、うん、こんなちっちゃいのもあるんですよ。これワームじゃないですか。あ、これは違う、ワームっぽいけどなんかちゃんとしてる。そうなんですよ、あのワームの中にだって全部針が入ってるじゃん。そうなんです、針がもうもともとセットされてて、なんかこれずっちくない、このブルブルブルと釣れるよね。いやそうなんですよ、もう最後何やってもダメな時は。あ、そう、で、あとさっきマッスルさんがおっしゃったようなワームも、うん、あーで、ワームの釣りももう最初はこうシーバス用のジグヘッド、うんうん、あの大きいものばっかりだったんですけど、うん、最近ではやっぱりあ、ちっちゃいね、顔がね、すごいちっちゃいのが、この重り、重しがちっちゃいってことでしょ。そうですね、うん、で、こう早春の特にナイトのそういうスローな釣りっていうのが、うん、重りが重たいのをゆっくり巻くとどん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 沈んでっちゃうじゃないですか、はいはいはい、で、最後そこついちゃいますよね、うん、で、そういういろんなこうリトリーブスピードとか、うん、棚に対応していくために、うん、今こういうちっちゃいのとかも出てるんですよ。じゃあこれが今先生が釣る武器、これみんなに見せちゃったけど、みんなこれ釣っちゃうよ。いやいやいや、もうどんどん釣ってもらって、あ、はい、とりあえずこれこの辺を上から順番にやってもらえれば。そういうことね、あの潮回りはどうなんですか、あのバチの時って、あの早くなる瞬間がいい、もしくは早い時間がいい、下げ止まりがいい、あのそれもやっぱりポイントごとの特徴というか、があると思うんですよ。やっぱそれはもうその時間帯2時間3時間がっつりやってどこがいいかって研究しなきゃダメですよね。そうですね、単純に潮が効いてればいいっていうもんでもないですし、そうなんだよな、早すぎる、なんていうんですかね、潮が飛んでくると逆に活性が下がっちゃうところもありますし、やっぱり潮が走ってないと魚の活性が上がらない場所もあるし、それ見極めがいいよね。そうですね、ポイントあちこち自分で見て回って、うん、でそのポイントの特性を知るっていうのはやっぱ大事なことだと思います。